スノーマン・深澤達也、高校時代のモテエピソード披露岩本光も、本当なんです、と証言。モデルプレス2023-05-22、スノーマンが21日放送のフジテレビの超の情報番組、目覚ましテレビ、毎週月、金曜朝5時25分から、2 VTR 出演。メンバーの深澤達也が高校時代のモテエピソードを披露した。 スノーマンが21日放送のフジテレビの朝の情報番組、目覚ましテレビ、毎週月、金曜朝5時25分から、に VTR 出演。メンバーの深澤達也が高校時代のモテエピソードを披露した。スノーマン深澤達也、高校時代のモテエピソード披露、今一番モテる人は、という話題になると、深澤が昔のモテエピソードを披露することに。授業中に廊下で、 おい、みたいな叫び声がして女の子二人が揉めてるんですよと明かし、その理由が、どっちが深沢くんのことを本当に好きか言い争ってましたとモテモテの高校時代の思い出を語った。この発言に対して、カルベ慎一アナウンサーから、でも今の話はどこにも証拠がないんだけどと批判が寄せられると、証拠はでも、岩本さんは僕の後輩になるんで。 と同じ高校出身の岩本光に助けを求めた深沢。